童謡詩人野口雨情のお宿、森焼旅館。ここは野口雨情の定宿として知られていて、雨情がこの宿のために作った伊香保新子歌の直筆も残されている。ラウンジの室内もどこか懐かしげな雰囲気が残り、心休まるコーナーもある。ゆったりくつろげる独立した和室と開放感のある露天風呂付き客室。10畳と8畳の和室がそれぞれ独立した趣を持つので、グループや2世帯での利用にぴったり。開放感のある窓が明るい日差しを取り込む露天風呂に使って、旅の疲れを癒したい。こちらは和室の落ち着きを生かした使いやすい室内。館内に流れる童謡の調べとも調和した空間がくつろげる。天然温泉大浴場地蔵の湯は、広い湯船に身を横たえて至福の時を満喫する瞬間が温泉の醍醐味の一つ。体と心をほぐしてくれる黄金の湯にたっぷり浸かりたい。柔らかな木のぬくもりが温泉旅情をかきたてる見晴らしの湯。ここからの眺望もいいが、日が落ちてからの風情もまた格別。露天風呂、雨情の湯。のんびりした風情と良質の温泉を愛した野口雨情。変わらぬ優しさにあふれた伊香保の湯を存分に楽しみ、昔の面影を忍んでみよう。